久五塚古墳は、兵庫県姫路市小玄区町にある古墳。形状は、前方公園墳。低古墳群を構成する古墳の一つ。国の史跡に指定されている。兵庫県南西部、伊保川平野の東園部に築造された、大型前方公園墳である。これまで1987年に測量調査が実施されているが、発掘調査は実施されていない。墳形は、 前方部がバチ型に開く前方五円形で、噴球主軸を南北方向として前方部を南方に向ける。噴球は後円部が三段築成であるが、前方部の段築は不明。噴球長は約100メートルを測り、西春間地方では最大級の規模になる。噴球場では窒管分の土器が採集されているほか、埴輪片が検出されたとする報告もあるが、 校舎の埴輪の存在は必ずしも確かでない。また、紛糾周縁では石垣状の列石が巡らされたと推測されるが、周囲に集合は認められていない。主体部の埋葬施設としては、かつて公園部南園において縦穴式石室の露出が知られたが、これとは別に公園部中央部においても中心施設の存在が推測される。 前者の縦穴式石室の副葬品はつまびらかでない。この、久ご塚古墳は、墳形などより、古墳時代初期頃の築造と推定される。規模は、一体の初期古墳に比べると倍以上であり、墳形は、当時の紀内山王県の大王をとも類似するため、本古墳の被葬者を周辺省地域の上位主張と見て、その被葬者が、紀内勢力と直接的に関係を結んでいたとする。 説が挙げられている。古墳域は1978年に国の史跡に指定されている。墳丘横形左に公園部、右に前方部。手前は兵庫県道421号。墳丘は既存の自然堤防を切り盛りして築造される。墳丘の森土に土器片の混在が認められるため、築造の際に付近の集落遺跡が潰されたと推測される。 噴球の規模は、発掘調査による噴単確定に至っていないため、つまびらかでない。噴球長については、これまでに104メートルという数字が知られたが、近年の姫実市では98.8メートルとし、他に109メートルとする説もある。特に前方部東前面に認められる都市秩について前方部の大規模な作兵後の残球とする説と、 前方部からの張り出しとする説があるため、未発掘の現段階においては、確定的でない。また、バチ型に開く噴霧は、初期古墳に典型的であり、特に同噴霧の代表例である、ハシュハ古墳と相似型とする説が挙げられている。ありがとうございます。